飲んでみるまで。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。寝る前にそんなことしてるけど大丈夫。あ、できた、できた、できた。昨日 J1 シーズンを終えましたサッカーアルビレックス新潟からスペシャルゲストをお招きしてお伝えしてまいります。はい、では早速ご紹介していきましょう。今シーズンもボランチでチームを支えた高畑裕選手、そして2チーム目で5ゴールを挙げて太田修平ですね。お二人ともよろしくお願いします。しお願いします。長いシーズン本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。高畑選手、今シーズンを終えてどんなご心境ですか？長かったですね。長かったですね、はい、非常に。2月からですもんね、はい、太田選手の加入1年目でした。どんなシーズンでした？まあ、怪我もあったので、はい、もっと試合したかったなっていう気持ちがあります。まだまだですか？はい、